接近を図るイスラエル。一方、湾岸アラブ諸国の側にはこれまで抱いていた反イスラエルの感情が薄れる兆しが出てきています。テルアビブに本社を置くこの IT 企業は幼児や小学生向けの教育アプリを開発運営しています。各国の教師たちが自作のソフトを公開し、それを閲覧した教師がソフトをダウンロードして授業で使う仕組みです。このアプリはイスラエルと国交のない湾岸アラブ諸国で利用が広がっていて、このうちユーザーが最も多いのがサウジアラビアです。積極的に利用している教師はおよそ10万人に上ります。アプリがイスラエル製だと気づかずに利用するケースが大半ですが、気づいた場合でも解約されたケースはこれまで一件もないと言います。Whenever we do get in touch with them, we let them know that we are an Israeli company. It's important for me. I want them to know and to know that we can bring value to each other regardless of what our governments are doing. 湾岸アラブ諸国の側でイスラエルへの接近を推し進めてきたとされるのがサウジアラビアの改革者ムハンマド皇太子です。ところが去年10月、重大な